こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週木曜日夜11時59分から放送のドラマ、ブラックファミリア新堂家の復讐、第5話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて、再生リストをご活用ください。さて、今回は謎ポイントの整理、早乙女家のおかしな状況という順番で考察していきますので、最後までお付き合いください。謎ポイントの整理。新堂家はリリアの死を早乙女家が何らかの事情で自殺に見せかける必要があったと考え、1年かけて復讐計画を立て、全員が早乙女家に潜入した状況です。ドラマの終着点はリリアの死の真相は何なのかということですが、これは新堂家の行動から読み取っていくしかないでしょう。今までの謎のまとめ。リリアのスマホは見つかっていない。10月5日の朝、誰かからメールが来た。死の間際にリリアが何か言いかけた。お祝いディナーがあると分かっていながら、リリアが夜遅くまで学校に残っていた。いやーという悲鳴を上げていたので、自殺ではなく屋上から突き落とされたと思われる。偶然明夫が高校にいた。レミがリリアのことを罪深い女だと言っていた。5話と6話のあらすじで新たに分かったことは、釘抜きと凛太郎も知り合い、明夫はリリアが参加したヴィーナスオーディションの審査員でリリアを気に入って9点をつけていました。オーディションを運営するヴィーナスファクトリーの社長の釘抜きが明夫の欲望を察し、リリアを早乙女家のパーティーに送り込んだと思われます。その女の子たちは釘抜きが見繕っている。ヴィーナスガールの冠をつけた後、早乙女家のホームパーティーで他の男性客にも斡旋し、枕営業をさせようとしていると和葉は考えているようです。早乙女家のおかしな状況。凛太郎は早乙女家を家族になるとは思っていませんでした。イグアナだけが家族と思っているということは、妹の葵も家族だと思っていないということでしょうか。明夫とレミの夫婦関係はすっかり冷めていますよね。それなのに明夫は警察やマスコミに圧力をかけ、レミはサルベージに頼みパパ活動画を配信させました。どちらか一方が犯人なら一方が頭を下げ共犯になってもらうしかないと思うのですが、冷め切った夫婦なので協力するとしたら共犯とならざるを得ない状況になってしまったからとかでしょうか。どちらか一方が相手の弱みを握っている、あるいは葵を二人でかばっている。いずれにしても明夫もレミも同時に裏工作していることがポイントだと思いました。6話の予告動画で葵が家族に一番大切な人を奪われたからと言っていますよね。2冊目の交換日記が発見されないという設定だったので、2022年10月5日前後のことが書かれているんでしょう。父親がたびたび良くないパーティーを催していることを知っており、嫌悪感を抱いているが本人に言うことはできないので交換日記に書いたかもしれません。そのホームパーティーにリリアは参加していたので、動画流出をお願いしたのは葵の可能性もありますよね。結局スマホは見つからなかったので処分されている可能性が高いですが、凛太郎の泥酔動画はすでに流出しているので、もしリリアを突き落とした犯人が持ち去ったのなら、他に何かヤバい証拠動画があったんだと思われます。もしそれがホームパーティーの時のことや怪しい会合の時のものだとすると、これらは全て明夫周りのことになり、なぜレミが協力しサルベージにパパ活動画を流すよう指示したのかがわからなくなるんですよね。リリアが本当に石峰の相手をしたとかでしょうか。夫が犯罪者となってしまったらコメンテーターとしては致命傷だと思いますが、またサルベージに虚言配信でもさせて世間の同情を買えばよいのではないでしょうか。残る可能性は10月5日当日の学校での動画です。あんな時間に会っていたことが公になるとさすがにまずいので、スマホを持ち去った可能性もありますよね。
なので一見簡単そうな事件ですが、なかなか真相は入り込んでいるのではと考えています。泰造や康介の言うように復讐にとらわれる必要はないと思いますが、パパ活の挙句に自殺したというリディアの尊厳を傷つけたことは許されないと思うので、真相は知りたいですよね。さて皆さんはどう思いましたか？コメントで教えてください。今後の新道家が気になる第6話は11月2日木曜日夜11時59分放送です。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。